軍用機の領空侵犯、北京を訪問した日中友好議員連盟に中国はどう説明？中国軍用機の領空侵犯で自衛隊機が緊急発進。超党派の国会議員で作る日中友好議員連盟のメンバーが今日29日まで北京を訪問している。その直前に中国の軍用機が日本の領空を侵犯した。明らかな主権の侵害だ。概要を改めて紹介しよう。中国軍の情報収集用航空機1機が26日午前、長崎県五島市の男女群島沖で日本の領空を侵犯しました。防衛省統合幕僚幹部が発表しました。中国軍機による侵犯を確認したのは、自衛隊が1958年に大領空侵犯措置を開始して以来、初めてで。防衛省によると、情報収集機は26日午前10時40分ごろ、男女群島の南東側で旋回を開始。午前11時29分ごろから31分ごろにかけて、およそ2分間、日本の領空を侵犯しました。その後も、領空の外で複数回旋回し、午後1時15分ごろ、中国大陸方面に向かいました。航空自衛隊戦闘機が緊急発進、対応する一方、日本政府は中国に厳重に抗議しました。スクランブルをかけた自衛隊の戦闘機は、宮城県の新宇田原基地から、そして福岡県の築域基地から飛び立った。鎮静という言葉を知っているだろう。西を沈めると書く。8世紀に大宰府を鎮静府と称したところからその名前がついた。ここからかつては我々が住む九州の別の呼び方だった。熊本市に総監部を置く陸自西部方面隊が主体となく行う大規模演習。これは離島防衛を想定して九州、沖縄各地で実施されてきたが、この演習の名称は、鎮静。今日、この九州、沖縄エリアにおいて、西を進めるとは、防衛面で中国とどのように向き合うかということなのだろう。今回の領空侵犯は、まさに西を進めなくてはいけない現実と言える。地図で測ってみたが、福岡市中心部から領空侵犯が起きた男女群島の南東エリアまでの距離は、わずか約250キロ。沖縄の離島、南西諸島での出来事ではない。我々のそう遠くない空で、中国の軍用機が飛来して回っているという現実を、我々は重く受け止めなくてはいけない。北京入りした日中友好議員連盟の会見に遭われたのは、翌27日、日中友好議員連盟の一強が、北京入りした。議員連盟会長の二階ハンフィル、元自民党幹事長、自民党の森山雄総務会長、立憲民主党の岡田克也幹事長ら与野党の10人。一連の訪中はコロナ禍もあって5年ぶりだ。先細りする日中間のパイプだが、中国に広い人脈を持つ二階氏がスティールだけに、訪中が注目された。当然、領空、侵犯についても中国側に言及しなくてはいけない。中国の最高指導部から誰が会見に出てくる。それも注目点の一つだった。どのレベルが登場するかで、その時その時の日中関係のレベル、温度がわかるからだ。昨日28日に会見に応じたのは、中国共産党序列3位の趙楽愛全人代常務委員長だ。会見を終えた二階氏の説明によると、趙楽愛氏は領空侵犯について、意図的ではなかったと、日本の議員に説明したようだ。ドラクハヤ氏の発言が伝聞なので、ニュアンスははっきりわからない。ただ、中国は今回の領空侵犯事件について、きちんと領空侵犯をしたという事実は認めないだろう。我々は領空侵犯の考えはない、意図的ではないということで、対応を統一していくのだ。その前日、中国外務省のスポークスマンもこうコメントしている。強調したいのは、中国はいかなる国の領空にも侵入する考えはないということ。もちろん、中国の軍部が行った行動について、中国の外務省が発言できる権限はない。外務省にとって、言えることの精一杯の範囲だろう。領空侵犯を
偶発的な出来事とするには、運用機の乗務員のミスなり、定期のトラブルなり、その理由を説明しなければいけない。だが、中国の言い分を 100% は信用できないと、多くの日本人は感じている。偶発的であれ、意図的であれ、中国は日本に明確に謝ることはないだろう。仮に意図的であったとしたら、中国側の狙いはどこにあるのだろう。領空侵犯、または領海侵犯という事実を積み重ねるため、またアメリカ主導の対中包囲網、その包囲網に積極的に加わる日本に対する示威行動、さらには次の首相を選ぶ自民党総裁選挙を前に日本を牽制した、こんな見方がある。いずれも推測の域を出ない。中国が領有を主張する南西諸島であれば、ここは中国のものだという示威行為かもしれない。九州本土のすぐ近くの男女群島沖で起きた領空侵犯には背景を探るのは困難だ。いずれにせよ、日中議員連盟の訪中団に対しても明確な説明はなかったようだ。二階氏をもってしても姿を見せない習近平氏、先ほど会見に応じたのは張楽余氏を中国共産党序列3位と紹介した。これは共産党の最高意思決定機関、定時局常務委員における序列の順番で、日本のメディアもそう紹介している。ただし、現在の習近平主席に権力が集中する一強体制において、習近平氏というナンバー1の他には、ナンバー2以下はいない。だから会見に応じたのはステップ、落在氏も、自らの言葉で話すこともできないのだろう。習近平氏は、共産党のトップ、国家のトップ、それに軍のトップも兼務している。軍のトップである習近平氏が、自分が最高位の指揮権限を持つ軍の飛行機が隣国日本の領空を侵犯したという事件をどう見るか、誰もが注目している。5年ぶりに実現した日中友好議員連盟の中国訪問は今日29日までだが、訪中団が望んだ習近平氏との会見は実現しないだろう。ちなみに、議員たちが北京を訪問した27日以降、中国の国営メディアは習近平氏の動静を報道していない。今は自分が出るタイミングではないということかもしれない。遡ること9年前の2015年5月には、二階元幹事長の3000人訪中団があった。二階氏は日本の観光業界の関係者ら約3000人を引き連れて中国を訪れ、国庁の人民大会堂で日中の観光交流イベントが開かれた。当時、二階氏と揃って習近平氏が壇上に上がった。習近平氏はその場でのスピーチで、日中の友好協力を進める姿勢を表明した。当時、尖閣諸島の国有化などの影響があり、様々な交流が途絶えていた。そんな中、二階氏はあえて3000人を連れて中国の首都に乗り込んだ。その後の関係改善の流れができて、二階氏は2017年と2019年にも北京で習近平主席と会談している。中国は二階氏を大切にしてきた。それだけ中国とのパイプを持つ二階氏をもってしても、中国の最高指導者習近平氏は出てこない。中国側としては、領空侵犯が起きる前から習近平氏が出てこないのは決まっていたのだろうが、領空侵犯が起きたとなればなおさら出てこない。中国の指導部で唯一自分の言葉で喋って良い習近平氏が領空侵犯について語るわけにはいかない。5年ぶりの議員団の中国訪問、そこでの中国側の対応に加えて起きた領空侵犯、日中関係は当面低空飛行が続くのか。低空飛行であっても領空侵犯は許してはいけない。ちゃんと国益を考える人物なら、そもそも領空侵犯されてのこのこと中国に出かけないか、途中で中止しますよ。もともと国益より何か大事な利益があるか、日本より別の国にアイデンティティがある人間が国会議員をやっているということです。選挙民ももっと深刻に考えないと、外国に舐められっぱなしの国になりつつあります。おもてなしの国は観光だけにしてほしい。中国軍機初の領空侵犯でも自衛隊は何もできない。元空将が告発。
なぜ日本は敵を撃墜できなくなったのか。オイダポーノ氏は、現役自衛官は発言が制約される一方、退役した者はその代弁者としての役割を担うべきだと強調しました。2024年8月26日、防衛省統合幕僚監部は、中国軍の大型情報収集機 YQ1 機が、長崎県男女群島沖で日本の領空を侵犯したと発表しました。これに対し、航空自衛隊はスクランブル発進し、警告を行いました。領空侵犯は約2分間続いたとされています。中国軍機による日本領空の侵犯が確認されたのは、これが初めての事例です。後に中国外務省の報道官は、中国は他国の領空を侵犯する意図はない。深読みしないよう望むとコメントし、事態の沈静化を図りました。しかし、織田氏は、この行為は明確な主権侵害であり、日本政府は毅然とした対応を取るべきだ、強く主張しています。織田氏は、この領空侵犯には3つの可能性があると考えています。1つ目は、単純なパイロットのミス。2つ目は、自衛隊の反応を観察し、電子情報を収集しようとしてた意図。三つ目は、日本政府や世論の反応を試そうとした意図です。特に三つ目の可能性について、織田氏は警告し、日本の対応が甘ければ、中国がサラミ戦術を展開する危険性があると指摘します。これは少しずつ現状を変更し、最終的に領土や主権を確立する戦術で。例えば、中国が尖閣諸島の領空を侵犯する行為を徐々に常態化させ、実効支配を強化する恐れがあるとされています。現在、中国の軍艦が日本の領海に隣接する接続水域を頻繁に航行しており、領海への侵入も増加しています。2024年8月31日には、中国海軍の測量艦が鹿児島県口ヶ原ブタ近くの領海に約2時間侵入しました。日本外務省は中国大使館に抗議しましたが、中国外務省は正当な行為だとして取り合いませんでした。また、習近平国家主席は国境や海空防衛力の強化を支持しており、人民解放軍の活動がますます活発化しています。この背景には、習主席が7月30日に統制事故第16回集団学習の行った強大で健康な国境海空防衛力の整備の指示があります。今回の領空侵犯はこれまでにない深刻な事態です。国際法では外国の軍用機が領空を侵犯した場合、退去や強制着陸を命じ、それに従わない場合は撃墜が認められています。実際に過去にはシリアやロシアの軍用機が領空侵犯で撃墜された事例があります。織田氏は、日本政府が中国に厳重な抗議を行ったことは評価しつつも、再度の領空侵犯に対する対応を確実にすべきだと述べています。現在の日本の法制度では、領空侵犯機に対して自衛隊機がスクランブルをかけ、警告や退去命令を行うことはできますが、撃墜を行う権限は明確に規定されていません。日本でも1954年の自衛隊法制定当初は、領空侵犯機の撃墜が可能と考えられていましたが、この後の国会審議を経て、現場での対応が制約されるようになりました。織田氏は、一刻も早く領空侵犯に対する明確な規定を整備する必要があると訴えています。尖閣諸島周辺では、中国がすでに実効支配を強化しており、このままでは国際社会が、尖閣諸島の施政権を中国にあると認識し、日本の主権が失われる危険性があります。織田氏は過去の経験から政府が正確な情報を公にすることが抑止力になると指摘しています。